というわけで、相変わらず自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。寒い日が続きますけれども、風邪などお召しになられてませんでしょうか。いや、なんだその一言、急に一言入れるようになったなとか、どうでもいいんですよ。というわけで、腹黒い私にはぴったりだなという真っ黒い商品見つけたので買ってまいりました。それがこちら、ジャジーン、松屋さんの黒毛和牛×黒豚ハンバーグライスセットの特盛りです。黒毛和牛と黒豚の黒黒コラボということでね、その黒毛和牛のなせる技なんでしょうか、ちょっとしたね、こうお肉の油が浮いちゃって、ソースの上に膜みたいなものがね張っちゃってますけれども、それだけジューシーだということの証左なんでしょうか。こちらね、蓋を開けた瞬間にね、ハンバーグソースのちょっとデミグラスっぽい洋風な香りがして、たまにがっつり肉食べたいな、ハンバーグ食べたいなっていう時あるかと思うんですけれども、それがまさに今日ということでね、いやー、こちらどのようなお味なのかテンション上がりますね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、もう早速ハンバーグいただきますよ。いや、こちら先ほど申しました通り、ソースの上にちょっとね、油の層ができてるぐらいオイリーなソースなんですけれども、そちらのオイリーなソースに負けず劣らずジューシーなお肉といった感じで、ちょっとしたね甘めの味付けがしてある、そういったお肉、そのねお肉もね結構粗挽きな感じで、お肉の食感なんかも感じられつつ、これは本当に夢ありましたね。夢ですよ。なるほどね、これご飯が進まざるを得ないといった感じですね。そしてこちらのね、マッシュポテトも着せずして、これね油をまとってジャンクな感じになりますけれども、これはこれで美味しいといった感じですね。いや、ちょっと待ってください。このソースの中に牛すじ肉みたいなお肉が入ってて、このビーフシチュー的なものがかかってんのかなっていう感じ。意外性のあるサプライズ、これはありがたいですね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。いや、まさにお肉から肉汁が染み出たのか、それとももともとそういったオイリーなソースがかかっているのかは定かではありませんけれども、濃厚ハンバーグソースの上にね、膜のように貼られたオイリーなソースが、いや、これまたね、油も一種の調味料なんじゃないかななんて思わせてくれるような味わいで、その油だけでねご飯も進むぞといった感じの、意外とジャンクな、そういったメニューでしたね。というわけで、皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は松屋さんの黒毛和牛黒豚ハンバーグのライスセット特盛りでいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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